はい、こんにちは。こんばんは。おはようございます。前回の続きからダイヤ2を目指してやってくよ。前回は6勝1敗で終わってたな。そうだね。あくまで目標はダイヤ2だから、勝ち越すことは二の次だね。結果がついてくればいいな。頑張る。ここはケツアルカトルから潰していきたいので、先に消しときましょうねあとはパスして終了だね。いつものやつ。やっぱりオルクスがうざいな。サマリカーム使ってこないってことはリカームドラ持ってそうだから注意だね。気にするほどでもなかったね。だな。次じゃ。はい、苦手な組み合わせの相手だね。未だに正解がわからないよ。状態異常かけて芝を消すのが正解かな。芝だけがバリア状態ならバリア壊しする必要がないね。交流はラスタキャンディ。ラクシュミはレンゲの舞。そしてアリスは芝に死んでくれるだね。あとはパスしましょうねー。最悪。唯一の良心アリラトさんありがとう。お礼を言った瞬間牙を剥いてきやがった。さ。バカ。終わった。最悪だよ。なすすべがなかったな。今後は相手が状態異常パーティーの時はもう少し考えてみようね。でも静寂や常世の祈りを持ってないってのが一番痛いよな。ほんぞれ。ピックアップスキル抽出ガチャの時に出てくれればいいんだけど。そうしたら金魔紋につけたら解決しますからね。あっ、忘れてたけど今現在7勝2敗な。あいな、この場合はクグマッツを先に消しとこうね。あとはパスパスで終了だよ。まさかの貫通持ちか。結構威力があったな。まあなんとかなる。しょ。イシタルはどうせ回復しかしてこないからここはラスタキャンディでしょ。あとはラーマまで回して任せた。あとは義経さんをネシャス。よし楽勝。
これで8勝2敗。ここからはランダムマッチで行くよ。弱いやつでお願いします。ここまで来たら弱いやついないからなぁ。どっちから倒すかなぁ。どっち。ラーマが貫通持ってないから、ここはラスタキャンディして、ケツアルカトルから消していきます。まさかの呪殺無効。さすが上位リベレーター、一筋縄ではいかないな。終わったですね、霊夢さん。まだじゃ、まだわしは諦めんよ。ここはパスしてラーマに腹パン。パスパス右ドラオン。義経でサイドラーマに腹パン。絶対ラーマ殺すマンになってて草。でかラッキーパスが出たからアリスタンまで回してマハブフダインに変更します。あとはラーマでブラフマーストラ。ここでセアカトル消費させたのはでかいね。これは勝ったんじゃないか。おそらく勝ちね。よし、これで9勝2敗。どんどん行こう、どんどん。早く消化しないとダイヤになんかなれないぜ。あ、これでこのターンに死んでくれる。が打てなくなったね。それじゃあひとまず御用をして。あとはパス回しをしていこうね。ラッキーパス様々だね。ここはラーマがいるから物理吸収されちゃうのと、おそらくアナンタは回避モリモリアナンタだからむやみに殴るのはやめときます。あとはこういうまで回してラスタキャンディ一択だよ。しまった、御用するの忘れてた。死んだな。キッス。イタチの最後っぺだよ。乙女短しってやつ。操作ミスしてどうする。めんごめんご。これで9勝3敗だぜ。さあ気にせず行くよ。操作ミスで負けたんだから少しは気にしてください。あい、ヘルゴンかー、苦手なんだよなー。ギニ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 ギ。よし、ギリギリ生き残った。ここで倒さないと死ぬな。マハブフダインで。あとは発想飛びにかけるしかない。2匹生き残ったな。この2匹なら大丈夫。こっちの勝ちだよ。バイバイヘルゴン。ギリギリっす。これで10勝3敗。頼むよ、マジで、ほんとマジで、得意な組み合わせでおねしゃす。あんまり好きじゃないやつらだー。あ、ごめんごめん。びっくりしたわ。ちょっとスマホ画面が暗くて見づらかったから。そういうのは録画前にやっててくれよ。すまへん。もうお決まりになってきたラスタキャンディ、その後芝を消します。芝イリュージョン。イリュージョンじゃなくてこの世から消します。物騒なこと言ってて草。
あっこれは負けたわ。交流がいなかったらヤシチェが防げないからな。こうなったら、わしの死に様を見とけやー。死に様を見とけとか言いながら丹念に調べててくさ。もう発想飛びが全部まさかどに当たって殺すしか生き残る道はない。吉宗の俵八連より無理ゲーだぞ。回復用紙です。回復用紙です。回復用紙です。いやあ、忙しいやつだな。あれ、これもしかしたらいけるんじゃね？ありがたりディア。相手が不屈と食い縛りの両方を持っていなければ可能性はありますね。おー、完全に負けたと思ったのに。しぶとさなら世界一ですね。今回の勝利は今日一嬉しかったよ。これで11勝3敗。向かうところ敵なしだね。参拝しとるがな。ちょっと今回はいつもと行動パターンを変えてみます。いいのか？負けるかもしれないぜ。ものは試しだよ。まずはラスタキャンディ、そしてマザーハーロットに死んでくれる。おうします。いつもならご用してヘカトンケイルに死んでくれる。落ち込むよな。ですです。これで今後のパターンがどう変わるのか見ていきましょう。まずラスタキャンディ。パス、ブラフマーストラ。そして御用飛走。これはダメかもしらん。ダメだこりゃ。はい、いつもと違う行動を取るなってことですね。これで11勝4敗。ほぼ勝ち越しは確定したけど、もっと勝率を伸ばしたいね。ですね。よし、これでこっちの勝ちが確定したね。早い早い、判断するのが早すぎだろ。まあ見てなって。な、素晴らしい。これで12勝4敗。ダイヤ2への道、周辺は次の戦いで最後にするか。ここは勝って後編につなぎたいな。ですね。金魔門の動きが怖いけど。確かに。ラーマが貫通持ちだったんで消します。ここはラスタキャンディ、そしてアリスにお掃除してもらってパス回ししていくよ。安定のアリスタン。ラッキーパスが出たので発想飛び一気マーク。回復用紙です。まずはパスして義経で金魔門を腹パンしましょう。パス回ししてブラフマーストラ。あとはメギドラオン、発想飛びという簡単なお仕事です。よし。これで13勝4敗。素晴らしい。この勢いのまま後編に行きたいな。
ほんそれ、とりあえず今のランクを確認しとこう。ランキング984位であと24ポイントでダイヤ2だね。よし、後編もお楽しみに。チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。